あれはイディオスのリーダーと言われても違和感ない。確かにな。じゃあ本日はもって獅子王あかりがイディオスのリーダーとします。イディオスでも別にグループじゃないからな。全員がリーダーだから。そう、うん。めちゃくちゃいいよな、本当に思う。そうなのよ。そう、実はグループではないっていうね。そう、意外性ね。うん。カムラキが黙ってなさそう。うわー、誰がいいかな、リーダー。仮にね、仮にじゃあリーダーを決めるとして、いやでもやっぱイディオスはリーダーとか作らないからいいと思うんだよね、私。どう思う？どうかな。あ、曜日ごとに担当で、それはぶっちゃけあり。じゃあ月曜日リーダー担当クラムチメルトみたいなことでしょ。統率が取れなさすぎるだろ、そのグループは。7方針あるわけでしょ。一つの何かに向かってやっていくことは無理だろうね、じゃあ。よし、じゃあ外で活発に行動していこうっていう人と、いや家の中で有意義に過ごそうみたいな。だいぶ分かれますけれども、まあいいか。いいね。そうなのよね。なんかみんながそれぞれちゃんとみんなって感じだからいいんだろうなっていうのはね、めっちゃあるな。リーダーねー、毎日やるバラエティ番組のやつ。あ、かもかもかも。活動の幅が広くていいじゃん。いや、広すぎるって。めちゃくちゃ広いって。おもろ。いいね。